字や単語はわかるのに、つなげて読むと意味が理解できません。例えばこの転生ヒルチャール、夕暮れの実を食べ続けたら最強になった剣について。名前が長いですね。ヒルチャールは本当に夕暮れの実を食べて強くなれるのでしょうか。少なくともお肉を食べる必要があるはず。これはこの本の設定だぞ。設定とは？設定は何に使われるのですか。事実を書いた物語に信憑性はあるのでしょうか。それにヒルチャールは物語を書く能力がないはず。作者がヒルチャールの生活を記録しているのでしょうか。ぐい、なんで黒田があんなことを前もって言ったのか分かったような気がする。